天野幸也は、日本の外交官、国際原子力機関事務局長、神奈川県湯河原町出身、私立栄光学園高等学校を経て、東京大学法学部卒業、1972年に外務省入省、フランス語研修、在ベルギー大使館、在米国大使館、国際連合局科学課長、マルセイ総領事、 総合外交政策局軍縮不拡散、科学部長などを経て、2005年から財務委員、国際機関日本政府代表部大使を務めた。同年、国際原子力機関理事会議長に選出され、2009年には日本人として初めて IAEA 事務局長に就任した。2008年9月26日、日本国政府から国際原子力機関の次期事務局長を選挙に、 擁立される。この選挙は2009年11月末に退任したエルバラ大事務局長の公認を選ぶ選挙で最終的に日本のアマノと南アフリカのアブドゥルミンティア AEA、e、担当大使が立候補した。アマノは日本が唯一の被爆国であり原子力を平和利用してきたことや核兵器不拡散への決意などを訴え欧米主要国の支持を得ているに対しミンティは 南アフリカが核兵器を所有を放棄した唯一の国であることや発展途上国への原子力の必要性を訴えることで発展途上国を中心に支持を得ている。3月26日、計3回の投票が行われ、そのすべてでアマノが優勢だったが、両者とも特別理事会35カ国の3分の2以上の信任は得られなかった。後日27日に、 もう一度投票が行われたが、結果は変わらなかった。この事態の責任を取るため、外務省の総合外交政策局軍縮不拡散、科学部部長の佐野敏夫と、大臣官房総括審議官の松富茂雄が頭を、ソリマル坊主となった。2009年7月2日に行われた第2回目の投票には、天野の他に、前回も出馬したアブドゥルミンティ、 経済協力開発機構原子力機関のエジャバリ、事務局長が立候補した。最終的に前回と同じく、アマノとミンティが残り、アマノは23秒、ミンティは12票を獲得。続く新任投票でも必要な3分の2以上の23票を獲得し、当選が決まった。その後、9月の年次総会で正式承認され、12月に就任した。任期は4年。 2013年3月6日、IAEA、e、理事会で再任が決定する。その後、9月の年次総会で正式承認され、12月より2期目の任期が始まる。任期は4年。2017年3月8日、IAEA、e、理事会で再任が決定する。その後、9月の年次総会で正式承認され、12月より3期目の任期が始まる。任期は4年。 2010年2月6日、ドイツ連邦議会議員、フランクバルター・シュタインマイヤーと2019年7月17日、健康問題により、翌年3月までに辞職する意向が報道されたが、IAEA、e、はアマノが7月18日に死去した、胸を7月22日に発表した。72歳ボー政府は、没後、13日に除するとともに、随法大受賞を追贈した。 IAEA、e、は2020年6月5日、ウィーン郊外にある原子力応用研究所内で、雪やアマノ研究所の開所式を開いた。2010年12月、内部告発サイト、ウィキリークスから公開された情報として、アマノは、米国の IAEA 担当大使に対し、交換人事から、イランの核兵器開発疑惑まで、あらゆる戦略的な重要決定について、 断固として米側に立つと表明したとされる。2011年3月24日、福島第一原子力発電所事故に関する各国の脱原発への路線変更に対し、原発が安定したクリーンなエネルギーだという事実は変わらないと発言した。2011年より2013年まで、ジュネーブ軍縮会議日本政府代表部、特命全権大使を務めた、天野万里は、 ユキアの辞定にあたる。2010年3月25日、アルゼンチン大統領、クリスティーナ・フェルナンデス・デキルチネルと、ありがとうございます。